うわー、出た。下かーい。細かすぎて伝わらない選手権のあれじゃないか。ボッシュートされましたね。スパン。いやー、この曲懐かしいね。グミシップの曲ですよ。ということで、グミシップという船に乗って、ドナルド・グーフィーはね、鍵を持つ人物を探しに行ったんです。海の向こう行けるといいね。楽しみだね。嵐、やばい、イカダが。降りてらっしゃい。ソラ？あ、ソラのお母さん。ソラのお母さんって、そうか、やっぱり実在するんだよね。声だけ出演って感じですけど、後のシリーズに出てくるのかな。ソラのお母さんって呼ばれたから、すごい設定的にもね、すごそうだけど。陸の船と帰りも来てるのか。そうそう、本島から船でこっちまで来たってことですから、ディズニーアイランド。さあ、そしてハートレス。ボッケンじゃ多分勝てないんだよ。そうそうそう、カンカン。あ、そっか、まだスカってなっちゃうんだよね。これじゃ勝てないから、秘密の部屋だったかな。でももうこれでディスニーアイランド、これの多分最後だよね。最後ではないか。なんだかんだで、ね、ディスニーアイランドってこうすごいなんかみんなに印象の残るステージだけど、実際に操作で動かせるようになるのってそんな数機会多くないよね、ディスニーアイランド。リク、カーリは一緒じゃないのか。扉が開いたんだ、リク。扉が開いたんだよ、ソラ。俺たち外の世界へ行けるんだぜ。何言ってるんだよ。それよりカイリが。カイリも一緒さ。扉をくぐればもう帰ってこられないかもしれない。父さんや母さんには二度と会えないかもしれない。でも恐れていては何も始まらない。闇を恐れることはないんだ。リク、そうか、もうこっからリクの闇落ちの感じがね、始まってますね。なんか空が光だとしたら、リクは闇の主人公みたいな、そんな印象あったな。光の主人公が空で、闇の主人公がリク、ヒロインカイリみたい。おお、来た、キングダムチェーン、キーブレードよ、キーブレード、キーブレード。大事なことだから2回言ったぜ。おー、キーブレードだー。いやー、もうね、これキングダムハーツをあんまり知らないという人でもこの形は見たことあるんじゃないかな。そんぐらいね、やっぱ有名だよね、これね。で、王様のね、持ってるキーブレードは、この色が反転しているキーブレードだという。名前があるよね、多分ね。キングダムチェンジじゃなくて。もう、ここでずっとレベル上げたいわ、俺。ここでレベル99にして終わりたい。だったら、早熟型じゃなくて、大器晩成型にしてがよかったけど。いやー、もうデスティニーアイランドをさ、堪能しときましょうよ。レベルももうガンガン上がるし。もう、ここに住むわ、俺。ここに住んで稼ぎまくるわ、もう。よーし、もうガンガン上がるわ、レベル。やばいわ。本当にここに進めるぐらいだわ。いや、もうそろそろ行こうかな。さすがにな、さすがにな。カット入れてるとは言うものの。いやー、でもやっぱキーブレードいいね。キングダムチェーンいいわ、最高だわ。テンションが上がるね。欲しいもん、これ。キーブレード、キングダムチェーン。いや、でも有名な話でさ、その海外のキングダムハーツファンがさ、その海外のディズニーランドにこのキングダムチェーン持ってったんだよね。で、ミッキーに渡したらやっぱりちょっとわからなかったらしくて、なんだいこれは、大きい鍵だから人の心を開けるのかいっつって、確かミニーにガチャッと、ミニーの心にガチャッとやったような気がする、ミッキー。でもグーフィーはもうノリノリで空のこの構えをさ空のデフォルトのこの構えをやったっていう、そんな感じのニュース記事見たわ。やっぱ知ってるんだなって、ディズニーたちもやっぱりキングダムハーツやるんだなって思った。
おお、帰り。この時、この時はスラとカイリの心がこの時混ざり合ったという、さりげなくも重要なイベントシーンでしたね、今のは。うおー、もう穴開いてますよ、体に穴が開いてますよ。これあれ、最初、いわゆる最初のボスだね。まあでもさっき思いっきりレベル上げたから多分いけると思う。いやー、もうこの曲よ曲よ。あ、テック、あ、あったな、テック。あ、そうだ、跳ね返すと経験値が、はいはい、そうか、これワン得意のシステムだったかな。敵の攻撃を跳ね返せばそれで経験値が手に入る、これで稼ぎまくりみたいな、これで放置稼ぎみたいなのもできるみたいな、なんかそんなあった気がするな。もうまた俺ずっとここで稼ぎまくれるわ、もう。ああ、もうここに住まなきゃみたいな。だってこれ湧くもんね。ほらほら、でこれ敵をハードで倒せばね、体力回復もできるし、住めるわここで。まあまあまあ、サクッと倒しちゃいますけれども。おー、最大シュープスターインパクト覚えた。早速のアビリティですよ。いやー、サクサクいくって言っているものの、やっぱりね、トークが止まらんというか。じっくりやってしまうな。早くね、続編もやりたいんですけどね、やっぱワンはワンでやっぱ名作だしな、久しぶりだから。いやー、楽しいわ。おお、着替えてる、グーフィーとなる。ああ、やっぱそうだよね、グーフィーとなるといえばこの、この服よ。あ、プルートもついてきてるんだっけ。来ましたよ、ここ、この町。まだ出ませんけど、あ、出た出た出たよ、トラバースタウン。とりあえずレオンって人に会わないと。ねえ、となると僕の考えでは、ちょっと開けてやらないよ。それもそうだね、ぐるっと置いてくよ。くん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 、うおお、プルートに舐められた。世のディズニーファンが羨ましがるようなことをしている。夢、痛い痛い、結構な結構な夢だけど、夢じゃない、ごめん、それジブリだったわ。間違ってはならぬ間違いをしてしまった。参ったな。そうか、こんな感じで飛び込んできたんだね、かわいいプルート。あ、おい、おお、さあ、ということで、トラバースタウンに着きましたよ。こんなの見たことない。外の世界。ああ。あ、そうか、HD リマスターになってちょっと音源も変わったのか、ゴージャスになったんですかね、生音源になったのかな。いやー、いいよねー、トラバースタウンの曲、帰ってきた感があるわー。ここは一応トラバースタウンって光の世界でも闇の世界でもなかったんじゃなかったっけ、なんか狭間の世界みたいな、光でも闇でもな。あ、なんかダウンタウンデラックスに出てきそうなポストだよ。あ、ポスト、うん、なるほど、ハガキを集めてポストを出そう。あ、出た、シド。おー、ロシア。うわ、もう久しぶりに見たよ、シド。結局ね、もうプレステ4で初めて見るシドはキングダムハーツでしたね。 FF7 リメイクだと出ませんでしたから、名前だけ出たけど、なんだガキか。ガキじゃない、空だ、悪い悪い。で、どうした空、浮かない顔してるぜ、迷子か、違わないか、ここはどこだ。トラバースタウン、
じゃあおっさん、ここは本当に外の世界なんだな。おっさんね、おっさんじゃない、そうだよ、シドだよ。これでもバレットより年下なんだぞ。バレットより年下ってすげえびっくりした。もう俺ええー、って思った。まあそれはともかく、外の世界だかどうだか分からねえが、お前さんがいた島じゃねえのは確かだ。そうか、分かった、俺リキとカイルを探してみるよ。なんか知らねえがしっかりな。ありがとうありがとう。どうにも困った時にはこのシド様のところに来いや、力になるぜ。いやいいね、シドっぽいね。よいしょい。さあ、ドナルド・グーフィー、どこだいどこだい。鍵はここですよ。ここなのよ。おお、ハートレス、は、心がなくなって奪われて、それがハートレスになったという、そういう表現だったっけ。こいつら島に出た。あ、お金お金、そうだ、このなんかちょっと美味しそうなお菓子みたいなやつ、これがマニーだね。この鈴カステラみたいな。青と黄色の鈴カステラがこの世界のお金、マニーだね。あ、そうだ、なんかあれだね、アビリティあったよな確かね。あ、これこれ、スタインインパクト、周りの敵を気絶させるフィニッシュ技、周りの敵を気絶させる効果を持つコンボフィニッシュ技を 30% の確率で、あ、確定じゃないのね。なんだっけこれ。おお、これか、おお、かっこいい、こんなんあった、すげえ。 30% とか言いながらいきなりじゃないか。おお、結構出るよ。今のところ 70% ぐらいの確率で出てるじゃないか。3回に2回出てる、かっこいいこれ。お、来た来た。カモ外れか。いろいろ行ったんで。子犬たちの家よ。あー、来た来た来た。そっか、これもあったのか。101匹ワンちゃんだね。99匹の、これこう集めると何があるんだったっけな。お、奴らはどこにでも現れる。誰だ。逃げ回ってもすぐに追いつかれる。お前がキーブレードを持っている限りな。しかし子供とはな。あんたに子供扱いされたくないね。悪かったな。キーブレードを見せてくれないか。お前もあいつらの仲間なのか。そうか、仕方がないようだな。来たー、スコール、かっこいい。レオンですよ、これが。スコールって言っちゃったけれども、スコールレオンハートっていう名前だから、まあレオンで通してるって感じですよね。うい、あ、スタンシル、あ、スタンシル、スタンシル。おい、ちょっと待って待って待って。頭痛が痛いみたいな、頭痛してるぞ、頭痛、壁に向かってでも話してろよみたいな感じになってるよ。やべ、強い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 。おい、スコールっぽいな、今の初期スコールっぽい感じだったよ。ちゃんと気絶してるみたいな、そういう感じある、そういうモーションあるってことだよね。でもちゃんとスコールっぽいよ。お、いいね、経験値経験値。おー、やっちゃった。勝てねえか、さすがに。負けイベントだとは思うんですけど、勝てたような気がするんだよな。ここで見つかるなんてラッキーじゃない、レオン。ん？おー、来たー。ユフィー。どうかな。どうやら状況は俺たちが思っていたより悪いらしい。FF7 リメイクより先に見てしまったよ、プレステ4で。いやー、そうそう、FF キャラがね、結構初期に出てきますよね。あ、そして、リク。闇の世界側に行った、リクって感じですかね。あれ、こんなイベントあったっけ？追加されたのか？すごいな。
ソラ、カイリー。これはなんだ、意図的に声を出していないのか、追加イベントだからボイスがないだけなのかという大人の事情の感じなのか。うおー、もうおなじみですね。では、誰もいないよ。君が悪いね。しっかりしろ。あなたたち、王様の、あーそっか、エアリスも出てくるんだった。そうだったわ、 FF7 のエアリスですね。もうそら、だらしないな。大丈夫？うん、あいつらはね、君のそのキーブレードを狙ってるの。正確にはキーブレードを持ってる君の心をね。無事でよかった、カイリー。誰それ？私はかわいいユフィちゃん。え？いやー、こっちもいい。こっちでもいい。スコーンが無茶するからだよ。レオンと呼べ。キーブレード？さあ、ちょっと手荒だったけど、あいつらを巻くには君がキーブレードを手放すか。お前の心を隠す必要があった。ほんの一時しのぎだけどな。それにしても、お前が選ばれし者とはな。あ、頼りないが仕方がないか。全然わかんないって、ちゃんと説明してくれよ。いや、そうなるよね。あなたたちのお城やこの町の他にもいろいろな世界があるのは知ってるわね。うん、でも誰にも言っちゃいけないんだよ。世界が交わること今までなかったから誰も知らなかった。なんでこんなムーランみたいな部屋にいるんだろう、イアリス。事情変わっちゃった。中華っぽいね。ハートレス、ほら、君を追っかけてた奴ら。心なき者だ。奴ら人の心の闇に反応して襲いかかってくるんだよ。誰の心にも闇はある。お前も気をつけろ。ねえ、アンセムって人を知ってる？アンセム？ハートレスの研究してた人。その人のレポートにハートレスのこといろいろ書いてあったの。そのレポート見せて。あちこちに散らばっちゃってる。あちこち？いろいろな世界。おう、じゃあ僕らの王様はレポート探しに旅立ったかもね。早く追いかけなくっちゃ。しょよ、その前にカニ。そう、カメラさん、カメラさん。キーブレード、カギ、キーブレード、これが、そうそう、キーブレードはハートレスにとって邪魔なものらしい。だから持ち主のお前は狙われる。俺こんなのいらないって。キーブレードが持ち主を選ぶんだってさ、諦めなさい。災難だったな。そんな、俺部屋でぼーっとしてたら。あ、俺の部屋は、家は、島は、リク、カイリー、誰にも何とも言えないことだ。という感じの世界っていうことですね。アンセム、そうか、アンセムレポートを探しに行ってたのか、王様はね。王様とアンセムが確かね、そのまあ友人というか知り合いというか友達というかね、そんな感じの設定だったと思うんで。おー、エリクサーやった。絶対使えねえわこれ。絶対使えない、二度と使えない。よし、レオン。おお、先行け。おお、あ、そうか、隣にいたのか。ついてこい、そら。オッケー。うわ、もうスコールについてこいって言われたらもうはいって思うわ、もう。シード訓練生になっちゃう。
あら、ペラペラになってペラペラになってるんだろうな。ザコいくら出しても無駄だ。こいつらが消えてるやつを探すんだ。行くぞ。ほら、まあでもスタンインパクトよ。スタンインパクトがある限り、この形のハートリスもね、強いんだよな。ほら来た来た、なんか落とす、なんか落とす、いろいろ素材とか落としてくれるからね。陶器のかけらよ。この人たちがハートレス？ついて、え？ハーフようやく出会ったよ。これでボス戦でトラバースタウン編が終了という感じですが、あ、もうすでに一緒に戦える。おー、来た来た来た、ドナルド。あ、もう早速 MP ないよ、ドナルド。そうそうそう、ドナルドがね、やられるとね、もう遠くから悲鳴が聞こえてくるのよ。助けてみたいな声が遠くから聞こえてくるから、もうあーってなっちゃう。ピクミンがやられた時ぐらいの感じ。おーおーおー、出たよボス。これもハートレスだよね。おもちゃみたいなハートレスだね。あ、もう関節浮いとるやん、パープル君みたいなの。おい、ほいほいほい、ほらほら、助けてーみたいな。あ、でも勝手に回復してる。よしよしよし、頑張れ頑張れ頑張れ。とりあえず腕からやらなきゃな。腕をボコボコにして、いいよ。その腕を超えよう。あー、やばいやばい、デスタムーだか、お前は。そんな腕を、いいよ。ほら、スタインパクト来ねえかな。いて、あー、ありがとうありがとう。あ、そんな、そんな過剰にそれはいくら空が鍵を持つものだとはいえ、鍵を持ちし者とはいえ、そんな、あ、今これでもか来たのにな。みんな過剰にそれでアイテムいっぱい使っちゃって、あぶない危ない危ない。こんな強かったっけこのボス硬いな。頑張れ頑張れ、おらー、よし、来た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 。回復回復回復、いってててててて、よしよし、テックで弾いて激しくんの美味しいな。よし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 、これちゃんとこれちゃんと、お豆拾っとこう。お豆、緑の緑色お豆、これこれじゃこれじゃ。やっぱドロー欲しい。なんかね、吸えるアイテム吸い込む範囲が広がるみたいなアビリティもあるんですよ。ドローだったから、つければつけるほど吸い込む範囲広がるんですけど、やっぱあれ欲しいんだよな。ダイソンもびっくりの吸引力になるんですけど。おう、いてい、もうこれあれだな、アーグも復活するのか。普通にもう本体をもう基本的にずっとやっ倒し続ければいいみたいな、そんな感じでしょ。いいよ、大丈夫？もうちょいもうちょい、よっしゃい。あー、来た、ドロー。ちょっと消えるの一瞬だったけど、今ドローと、あとグーフィーロケット覚えてたかな。あれが欲しいのよ、あれが。これが欲しかったのよ、これが。スピルブレイブを手に入れた。ああ、そうか、敵を倒すとなんか結構いいアクセサリーが毎回手に入ったような気もするね。探してたって俺を？彼らはキーブレードを持つ者を探していたんだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。リクと帰りに会えるかな。会うさ。本当かい？知らない、でも王様に会えないだよ。ソラ、行ってこい。友達を探すならなおさらだ。そうかな。でも今の君は船に乗せられないな。お前青、寂しい顔を頭。道理で僕らの顔は面白いと思った。ボヨン、いいこと言うよね。この設定いいよね。グミシップに乗るには、グミシップの燃料は笑顔なんですよ。
すごく面白いよその顔。このシーンいいよね。行くよ俺も会いに行く。めっちゃ好きだわここ。僕グッフィー。俺ソラ。僕たちは仲間だ。イエイ。3人の友情よ。いやいいわ、やっぱいいねキングダムハーツって。面白いわ。どうなんだ。あんなガキがどでかいハートレスを倒しちまった。あいつ何者だ。おお来た。あれがキーブレードの力だ。あの子供の強さではない。ヴィランじゃないか。ハートレスにしちまえば話は早いってわけだね。そういや小僧と一緒になった二人組、あれでも王の家来らしい。見たかよあの間抜け面。お前さんの顔も負けちゃいないぜ。黙れ。おやめ。いやもうシルエットにする意味ないわこれ。全員めちゃめちゃわかる。初見プレイだとしても。闇の扉を切り開くか、それともマレフィセント、闇の深さに飲み込まれるか。どちらに転んでも利用価値はあるさ。映画面白かったですマレフィセント様。いやヴィランズもいいよね。いやいいねいいね。今からディズニーワールドに旅立つわけですよ。ハートレスの手がどこまで伸びているかわからないから。この街にはお店があるからいろんなものが手に入れられる拠点だよね、トラバースタウンね。500万。おお、やったやったぜ。これで1000万人ぐらいになったんじゃないか。ありがとうありがとう。気をつけていけよ、心を強く持て。グミシップに乗り込むときはあの正面ゲートからね。出ればワールドマップに出れますよ。 See you again って書いてある。セーブポイントからもグミシップに乗り込むことができます。セーブポイントでセーブメニューを開き、グミシップを選択してください。ただしセーブポイントの中にはグミシップに移動できないものもあります。グミシップ、美味しそうだよね。僕らの船だよ。ソラ早く見に行こう。違う、ソラ早く見に行こう。ソラこれを渡しておこう。あー出た出た、炎の力ファイヤー、燃えろっつってね。魔法だよ、魔法を使うと MP が減らない青いゲージだね。 HP ゲージの外の MP はエーテルを使ったり敵を攻撃するなどで回復。ああそうか、敵を殴っても回復するのか。なるほどな。これでそれも魔法を使うことができる。グーフィンほら例のあれよ。どれ、あれどれよそれ。ああ出た、これめっちゃ欲しかった。もうなんなら開始2分後ぐらいからもう欲しかった、どっちろ俺。欲しかった。アビリティには自動的に効果があるものや資格で使うものなどがある。みんなアビリティで装備できる AP の分だけいくつも装備できますと。ということで、ようやくドチロールよ。レベルが上がったりね。するとアビリティを覚えられます。ということ。ああ、地味に。彼らの行く手にはきっと多くの出会い、冒険が待っていることだろう。このジミニークリケットがジミニーメモにしっかり書き留めておかなくては。ということで、ドッチロール、AP1 だよな。よし、あ、でもドローも。いや、これちょっとスタインパクトよりドローかな。ドロー、ドッチロールかな。これで四角ボタン押せば、これこれこれ。ついつい俺がこういうさ、四角とかのこの回避行動のことも、ドッチロール、ドッチロールって他のゲームやってても言っちゃうんですけど、それ元ネタこれだよね。ドッチロールといえばキングダムハーツって感じがするわ。いやー、いいね。あとはファイヤーか。L1 ボタンのショートカット、丸三角四角にいろいろね魔法がセットできるから、それで燃えろ燃えろと、燃えろ燃えろ、ドーン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 、打ち尽くしてしまったと。これセーブポイント行って回復みたいな。いや意外と打てないな、弾数意外とない。まあ MP が全然まだ増えてないっていうのもありますけど、あこれトリニティだ。さまざまな場所に存在し、いくつかの色がある。はじめ青色しか反応、あ、はじめ青色しか反応しない。レベルが上がればトリニティアクション。おお、なになになに。あれ、ああ、なんだよグーフィーも。そうか、みんなこうやって荒ぶってた気がする。すごい驚異的なジャンプ力を持っている。そうか、青色のトリニティここにあるよ。これこれこれ、トリニティ、イエーイ。おお、なるほど、ワープね。こういう感じで稼げるね。いろいろ稼げたりできるわけですよ、このトリニティ。見かけるとやっとくといいみたいな感じだよね。あー出た、ハガキメールやんなきゃ。ダウンタウンデラックス。サービスエリアでダウンタウンのハマちゃんを見ました。デンデンデデデンデデデデン。
あー出た。うわ懐かしいこの曲。ワールドマップだ。カーソルが表示されてるところが今いるワールド。次のワールドへのルートが表示されるからカーソルで選んで出発だ。行き先を選ぶときはバトルレベルに気をつけて。星の数が多いワールドには強いハードレスがいて危ないんだ。ほーなるほど。これでバトルレベルにか、あ多分ね、まあこれどっちもディズニーワールドエリアなんですが、まあ1からね順々に行ってった方がいいだろうという感じですね。で四角ボタンを押せば、おおそうグミシップ作れるのよ。こんな感じで自分だけのパーツを組み合わせて自分だけのグミシップを作ることができるということで、これが面白かった記憶があるな。ハマる人はすげえハマるよな。でも小難しいなと思ったら初期のね、あのグミシップでいいと。あ、ハイウィンド、そうか、やっぱりリクと勝負してあの名前になるのか、ハイウィンド。ただ作れるよね、確かね。まあでも最初は確かね、パーツがないんですよ。作ろうと思っても作れないから、いろいろ先進んでいって、パーツができたらちょっとね、作っていこうかなと思う。とりあえず先進んでいければいいかなと思いますよ。さあ、ということでバンバンカット入れてると思いますが、とりあえず1時間44分プレイしてるので、ここら辺で終わりにしたいなと思います。いやー、やっぱ久しぶりとキングダムハーツ楽しいな。こんな感じで、バシバシカットを入れてね、キングダムハーツを、ストーリーを振り返っていくみたいな感じの実況にしていければいいかなと思います。まあでも余裕があればね、裏ボスとかもちゃんと倒していければいいかなと思うんで、裏作業とかもね、入れて、どんどんやっていければいいかなと思います。ということで、とりあえずここら辺で収録終わります。お疲れ様でした。